皆さんこんにちは、毒蛇です。リンゴがとっても大好きな毒蛇が青森県弘前市からお届けする弘前アップルパイガイドマップ全制覇シリーズ、今回はシャロン洋菓子店のアップルパイを紹介したいと思います。はい、弘前市にはですね、このような弘前アップルパイガイドマップという、弘前観光コンベンション協会が発行しているガイドブックが市内のいろんなところに置いてあって、どなたでも見ていただくことができるんですが、はい、こちらに掲載されているアップルパイを毒蛇が実際に食べてレポートしているシリーズです。今回はシャロン洋菓子店というね、はい、こう長く愛されている老舗の洋菓子店のアップルパイを食べてみたいと思います。はい、ちょっとね、こちらのアップルパイ重いんですよね。持った感じもずっしりです。もう見た感じわかりますよね。なぜならこの一番下の層がスポンジケーキが入っているんですよね。なんかこうアップルパイというよりはアップルパイの皮をかぶったアップルケーキっていう感じですかね。割と食べた印象がアップルケーキっていう感じでしたね。毒蛇的な、はい、印象としては結構ですね、このリンゴが甘く煮てあってシナモンが香って、そしてこの甘いスポンジケーキ、なんていうかすごい懐かしい感じの、小さい頃食べたこうアットホームな感じのアップルケーキっていうイメージですかね。はい、そんなわけでこちらかなり、ボリュームがありますので、デザートというよりはお腹が空いた時に思いっきり食べるのがおすすめです。すごいボリュームたっぷりの、非常に甘くて、しっかりしたアップルケーキといった感じのアップルパイ、今日は、シャロン洋菓子店のアップルパイを紹介いたしました。ではまた。